ありがとう、綺麗ありがとう。はき,きたいよね、はきたくなっちゃうよね。ありがとう、サワムさん。ありがとね。えっ、ー、と、あさみんさん、ハートもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。えっ、ー、と、サワムさん、ファンレベルが15に上がりました。ありがとうございます。本当にありがとうね、ありがとう。えー、とサワムさん えーと、早い惑星さん、あ、遠い惑星だった。遠い惑星さん、埼玉のおじいちゃんさん、あと、えーと、星、うおさん、星、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。えーと、ひろさん、初訪問、ありがとうございます。ボイスラボ東京七期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。 お油あぶらちゃんさんもお疲れ様こんん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。としさんもありがとうございます。いやね、あの、ニキビがね、あとちょっとで、治りかけたよっていうところでね、また新たにね <laughs>、新たにできたものがありましてね、今の、今、今の、今、の、足の、なんて言ったらいいんだろう、くるぶし、くるぶしじゃなくて、こう、足がこう、あるとするじゃないですか、こういう感じで、ここが足で、こう、あるとするじゃないですか、こう。こう そしたら、ここ、ここにさ、めちゃくちゃでっかいカニ刺されができちゃって、めっちゃかゆいんですよ、今。やばい。触っちゃダメー触っちゃう触るというか、もうボリボリ書いちゃうっていうかね。もうかゆすぎてやばいんですよ、それが。やばいんですよ、本当に。えーと、星々三発訪問ありがとうございます。ありがとう。えーと、高尾りんごさん、こんばんは。 こんばんはスレッ浜さんもこんばんはうん踏んだり蹴ったりほんとねもうほんとねうん一個治るとまた一個できちゃうっていう事件がね今発生しててやばいのよああそこ嫌なとこ刺されたねうんちょっと嫌かな足うんなんかねなんかすっごいやばいんですよ本当に本当にやばいのなんかねそこ見たら カニ刺されなのかななと思ってなんかちょっとかじられた感じがあるっていうか <laughs> かじられたなんかねえぐられたっていうか噛まれたっていう感じがあるんだよすごい刺されたというよりもなんかほんとえぐれえぐれてはないけどなんかちょっとやばい虫に刺されちゃったんじゃないかなと思って <laughs>、うん、急になんか怖くなったよねえー、っと スワンスさん初訪問ありがとうございますボイスラボ東京七期生の梅本泉と申しますよろしくお願いします <laughs> うんそんなになんかそんなにっていうかね見たら明らかになんかポツってなってるっていうか蚊に刺されて膨らんでるだけじゃないですかそんな刺しましたここ刺しましたみたいな跡ってなくないですかでもなんかね自分が刺された部分はねなんかね注射針でポチッ で刺されたようなね。そんな感じの跡がなんか残ってるんですよ。え、明らかになんかやばいやつに刺されたんじゃない？みたいな。やばそうなのに刺されちゃったあ。ありがとうございます。113位ありがとうございます。そう手なわけでね。本当に怖くてな <laughs> んだ。これってなってる？ニキビ治った。良かったね。まあ、そうだね。なんかヤバそうなニキビがここにできてたんですけど、だいぶだいぶ落ち着きました。そんなにですよ。本当に。 めちゃくちゃゃくいんですよねなんだろうと思ってしかもこの時期に <laughs> この時期にいるのみたいな飼っているのって思いましたえーと埼玉のおじいちゃんさんありがとうございますこれありがとう <laughs> あのペンライトじゃなくて何て言ったらいいんだっけこれつえつえありがとうございますおなはハ,ハンさんありがとうございますありがとうガラスの靴もありがとうございます嬉しいありがとね ありがとう。おえっ、ー、とマリンさんあっうワッピさんだわっぴさん、わっぴさん星ありがとうございます。ありがとう！えっ、ー、と青森からさんも星ありがとうございます。ピュアコンさんもカウンターありがとうございます。jy さん星ありがとうございます。ムカデに噛まれるとやばいですよ。あ、向かっての可能性あるえ。ムカデなのかな？わかんない。ちょっと外にね。出てた。 長い時間長時間外にね出てた時があってその時に刺されちゃったのかなわかんないけどねいつ刺されたんだろうえっとヨーピーさんこんばんはとなかなかさんもこんばんは来てくださってありがとうございますゆっくりしてってねゆっくりしてってねそう手なわけでねめちゃくちゃ痒いんだけどこれ何塗ったら治るんだろうね <laughs> 何塗ったらいいのって。 全然わかんない、治し方わかんないお、ありがとうございますステッキありがとう、高尾りんごさんステッキありがとうございます、ありがとういや、ほんとまさかのまさかだよね無肥、あ、無肥、無肥で治るのかな無肥ってなんか痒み止めにはなるのかなと思うけどどうなんだろううちはオロナイン、え、オロナインで治るのオロナインなら家にあるんだけどオロナインでいいなら塗ろうかな <laughs> くんさんこんばんは来てくださってありがとうございますありがとう待てな感じでね本当に困ってる <laughs> 痒すぎてやばいなんか治るとなんかできちゃうんだよねなんだろうこの現象はなんなんだろうねえー、っとおーゆうきさんカウントありがとうございますありがとうひどい場合は皮膚科に行くのが無難ああ、そうだよねそうだよね行かないとね いやだってもしかしたらもうやばいものに刺されちゃったかもしれないじゃんムカデムカデなのかなムカデって痒くなりますかムカデってどうなの刺された場合どうなりますか爪でバッテンするとかああねなんかねもうね爪でバッテンしてばッ何て言うかねこう膨らみもうなんかねもうやばいんですよもうこういう,もうアーチ状の膨らみが生まれちゃってるみたいなハれ 晴れみたいななな感じになってるんだよねなんかカニ刺されのこうプクって膨れてるなんかプックラシールみたいな感じじゃなくて本当にもうねボーンみたいなもうもうアーチ状みたいなもうプクってなってるのえー、と黒猫さん初訪問ありがとうございますぜひぜひごゆっくりしてってください刺されたことないなんなら見たこともあムカデムカデ見たことないのそりゃすごい あでもどうなんだろうね。都会とかに住んでたらなかなかムカデとかさ虫とかってね会わないよね。都会に住んでるのかな。どうなんだろう。サワムさん。えー、っとカズ森田さんこんばんは来てくださってありがとうございます。えー、っとチーさんが二度目の訪問ありがとうございます。ぜひごゆっくりしててください。捕虫とかアブに刺されると、うん可能レベルとは。 次元の異なるわかるー、うん、ブヨとかねアブやばいよねやばいよね、うん、結構ね自分も山口県にね住んでたからねいやわかるよ本当にブヨとかねアブはね本当にやばいもう刺された直後からもうめちゃくちゃ腫れるしさ水ぶくれもできるじゃんめっちゃ痛いよねもう痛いもう痒いという もう物を、ね、通り越して痛いになる <laughs> ロンリーサウルスさんこんばんは来てくださってありがとうございますへえそうなのまあでもあんまりあのあれかな都会に住んでたらそんな蚊に刺されるとかもないのかなどうなんだろうねどうなんだろう自分はね山口でもう山とかだからさ山がいっぱいあるからね蚊とか超いるのあ98位ありがとうございますありがとう。 ありがとうございます。えっ、ー、と、内波さん、二度目の訪問、ありがとうございます。ぜひ、ぜひごゆっくりしてってください。なんかさ、あの北海道とかだったらさ、あの、なんだったっけ、えっ、ー、と、なんだったっけ、ゴキブリ、ゴキブリが確かなんか出ないって聞いたことある。なんか寒すぎて出ないみたいな。で、ね、それ、めっちゃ羨ましいよね。お、グーさん、お疲れ。グーさん、お疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。ええー。 とマスダさん、そしてヘドウィグさん、えマーブルさん、えブラウニーさん、えっ、ー、ととハルさん、高オリンゴさん、えっ、ー、とカウンターとか星とかありがとうございます。えっ、ー、と大輔さんも星ありがとうございます。ありがとうね。東京でもお寺とかに行くとアブやブイをいますよ。えそうなの？というかなんでお寺だといるのかな。どどういうこと？一体どういうこと？ タワーマンションの上の方は蚊がいないらしいあそうなの蚊は確かに上の方までそこまで上の方までは飛んでないのかなえー、でもいいねいいねなんかそういう虫とか苦手で住んでるっていう人とかもいるかもしれないねもしかしたらねっ、まあ、確かにね自分も あの前住んでたとこよりもね高いところに住んでるんだけど、まあ、高いと言っても低いんだけどねっていうところにね住んでるんだけど確かに虫は全然いなくなった <laughs> 前はねすごい低いとこに住んでたからさ虫とかねしょっちゅう入ってきてたんだよ意外とうん蛾は5時あ蛾ね、うん、え5時なのでもがもた多分来ないよねどうなんだろうえっ、ー、とあ高尾りんごさんハートありがとうございますありがとう。 <laughs> ありがとうございます。あと、えっ、ー、と増田さんもありがとうございます。ありがとうございます。ハートあと秋吉マンさんはい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうございますえ、嬉しい！あのえ,あえあ、ギフトいただいたの初めまして。かな。そんなことない名前変わったのか、それともえーと秋吉マンさんとお便りもありがとうございます。嬉しすぎる嬉しい！ありがとうございます。 えー、も,うもしもしあげたことあるよって方 <laughs> だったら申し訳ない <laughs> 申し訳ないっす <laughs> えっと増田さん星ありがとうございますありがとう流れ星 ありがとうございます清島さんダブルピースありがとうございますダブルピースどうなんだろうそうだよってことなのかな <laughs> うん刺されないようにタワーマンに越してくださいそうだねタワーマンションそのために住むっていうのもありなのかないや住めないけどねそんなそんなすごいとこには住めないけど、まあ、いつかね虫苦手だからさえー、っとドームさんかな初訪問ありがとうございますぜひぜひごゆっくりしてってください あさみんさん50カウントお疲れ様ありがとうございますありがとうそして、えー、とティンバレラさん、えー、とカウントありがとうございますあとえーと大介さんもカウントありがとうございますヨーピーさん星ありがとうございますサマムさんもありがとうありがとうございます星ありがとう。 おさんハートのキラキラもありがとう。あこれは初見初見ギフトあげたの初めてですよのハートかもしれない <laughs>。と勝手にね解釈してます。えっ、ー、と目黒にある自然教育園ってちょっとしたえっ、ー、と里山里山っぽい環境になってる里山えそうなの目黒あ目黒ね行ったことあるよ。なんか結構 そんなに都会ななイメージはいいかもしれないど,どうだっけ都会だったら申し訳ない <laughs> なんか落ち着く感じの場所だった気がするんだよね目黒だったらどうなんだろうね虫とかは出るのかなあ、わかんないえっ、ー、とナスの下田さん、えー、初訪問ありがとうございますステラウェニーチェんステラウェニーチェさん、えー、初訪問ありがとうございますえっ、ー、とパピハロさんも初訪問ありがとうございますありがとう。 今日も泉の笑顔で癒されます。ありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、ありがとね。ありがとね。癒していくよ、これからも。えっ、ー、と、ステラ・ウェニーチェさん、おー、こんばんは。来てくださってありがとうございます。コメントもありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってくださいね。よかったら一緒にお話ししませんかありがとね、本当に。えっ、ー、と、青森からさん、カウントありがとうございます。えっ、ー、と、シミちゃんさんも、星ありがとうございます。な えーとねレインボースターありがとうございます。ありがとう。そしてタカオリンゴさん、ステッキありがとうございます。あとマープーさん、ハートありがとうございます。ありがとう。そういえばね、あのー。 言うの忘れてた言うのね忘れてたんだけどねあのアバター券をね今私2つ持ってるんですよだからちょっとタイミング分かんないんだけどこのイベントに合わせるかとかも分かんないんだけどちょっとね1個目作ろうと思ってるんですよもうすでにそう作ろうと思ってますちょっと、うん、ガチイベでは使わないかなうんなんかゆるいべのどっかですってなんか <laughs> 配布しようかなって思ってる。 えっと、英作ささんこんばんは。来てくださってありがとうございます。お芋ですかお芋にね、しようかなって最初はね、思ってたんだけど、お芋じゃないかもしれないです、もしかしたら。すみません。ちょっとね、最初はお芋にしようかなと思ったんだけど、思った以上にちょっと時期がね、過ぎちゃったから、お芋じゃないものがいいかなってちょっとね、思い始めてるんだよ。んだから、まあ、季節っぽいものにはするかもしれないけど、お芋はやんないかもしんない。<laughs> お芋はね、えっと、 あ、えっ、ー、と待ってね土方さん星ありがとうございますありがとうえっ、ー、と TWA さんこんばんは来てくださってありがとうございますありがとううんだからねちょっとねお芋をお芋にしないかなまたまたなんかちょっとお芋にする、まあ、何かしらの機会でするかもしれないけどんちょっと変えようかなと思ってますちょっとねお芋を楽しみにしてくださった方には本当に申し訳ない <laughs> えーと時期的にクリスマスとかあそうだね時期的にクリスマスとかいいかもしれないねまたなんか面白い感じので作ろうかなってありがとううんできる限りちょっとね早めに書こうかなって思ってます1体目は。 ちょっとままだだ決めてなないんだよね、ま、だ来月になっちゃうのかなとりあえずとりあえずね今月中にはねアバター配布したいなと思ってるからなんかゆるいべに合わせようかなおゆうゆうさん初見じゃないですよね <laughs> いっつも初見もうじゃあ私もう今度から初見として扱いますよいいですかそれでも <laughs> 青ペンさん2度目の訪問ありがとうございますありがとうございます トナカイチビミンあートナカイもいいなあどうしようかない1対ンタ1対トナカイとかでもいいかもしれないねもしかしたらなんか好きに設定してもらうみたいな感じもいいかもな一つはイベ用にとってんとっといてもらってもああねイベントねうんそうだねそうだね一つはイベントでとっとこうかな来月。 ととかだわかんないからね今月はちょっとね予定はないんですよ。<laughs> 予定はないあありがとうガラスの靴誰だろうお ?HKT 超絶おじさんありがとうございます。ガラスの靴ありがとね嬉しいありがとうございます。このガラスの靴をさどう、ね、手で再現したらいいんだろうっていうガラスの靴ありがとうございます。でいいかなこんな感じでいいかなありがとうございます。えー、っと無反応くるさんハートありがとうございます。 ありがとうございます嬉しい。え、もしかしてくるさんもギフトくださったのはじめましてかもしれない。ありがとうございます。はじめましてかな。ありがとうね。本当にありがとうございます。嬉しすぎる。ありがとう。えっと増田さん。えっ、ー、とありがとうございます。ステッキありがとうございます。ありがとうね。そしてデュランさんかわいい。ありがとうございます。どうもありがとう。そしてみえちゃん音符ありがとう。ございます。ありがとうね。ありがとう。う よいしょ！えーとしきさん2度目の訪問ありがとうございます。そして、しむちゃさんも2度目の訪問ありがとうございます。えーとおっさんさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ぜひごゆっくりしててね。そういえば、皆さん夜ご飯食べましたか？夜ご飯食べた？自分で、ね、まだ食べてなくてね。めっちゃお腹空いてるの？<laughs> 空いてる？ 今日は初見だから、ある意味間違ってないのよね。実証的な意味だと、どういうこと、<laughs> どういうこと、今日は初見、また初見、またまた初見になってる。うん、どういうことだ。ええー、と、ゆうきさん、星、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、パスタ食べた。いいね、パスタ。何パスタが好き？自分はね、タラコパスタがね、好きなんだけどね。昨日ね、タラコパスタをね、食べたんだよ。食べたんだけど。 で、たらこパスタだけじゃちょっと足りないじゃないですかまあ、足りないからねあのじゃがりことあと私トッポギ買ったんですけどねそれね意識してなかったんだけど偶然にもうそれもたらこ選んでて <laughs> やばいなってなって <laughs> なんかもうね頭頭ちょっと狂ってたんかなと思ってなんかね全部たらこ選んでたえっ、ー、と77位ありがとうございますありがとうそうたらこ全部たらこ選んでた たらこの気分だったんだろうなと思ってうん食べたチャーハンとサラダわいいねチャーハンもいいなたまにねチャーハンめちゃくちゃ食べたくなるわめっちゃお腹空すいてきたチャーハンもいいななんかあれ好きあのカレー味のチャーハンカレー風味カレー風味のねチャーハンめっちゃ好きなんだよねちゃ若干なんかさ 噛めば噛むほどカレーの味が出てくる感じが好きえっ、ー、とあマー君さんえっ、ー、と初訪問ありがとうございますありがとう焼肉食べましたって超うらやましいんだけど焼肉いいな焼肉めっちゃいいなあそういえばさあのイベントでそのね無事あのオーディションに受かったら焼肉を食べるっていう話をね知ってたんだけどねまだ食べてないまだ食べてないからねいつ食べるかっていう。 感じになってるえっ、ー、とたらこづくしーんたらこねもうほんと大好きでさ結構ねそれ自分やらかすんですよ結構やらかすあのたらこパスタとたらこのおにぎりとか買ったりするんだよねめっちゃやらかすんだよねそういうことあとさあとはあのみかんの,あのアイスとあとみかんジュースオレンジジュースとあとみかんゼリーとか買ったりするんだよ <laughs> やばいよねそれめっちゃやらかすんだよ自分なんか知らないけど無意識にね買っちゃうんですよねえっ、ー、と光のえー、と宇宙連合さん初訪問ありがとうございますあとえーとみノのさんとオニオさんも来てくださってありがとうございますありがとう おマークさんコメントありがとうございます初めまして初めまして来てくださってありがとうございますボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくお願いしますいや嬉しいなんか今日初見さんが初見さんめちゃくちゃ来てくださってるんだけどあれかなイベントだからかな嬉しい本当にありがとうございますもしよかったら一緒にお話ししましょう みかんコラボはかぶりすぎ。うん、ほんとにね、それ系をね、ほんとにやらかすんですよ。ほんと、相当食べたいんだろうなっていう感じで、超やらかす。お、みののさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。コメント嬉しい。ありがとう。ぜひぜひごゆっくりしててね。ごゆっくり、現在、雑談しております。ちょっと待ってね、テロップ書こう。テロップ、大事だよね。 伊集あと10日で誕生日えー、おめでとう虎父さんえー、そっかそっかそうだよねあと10日かあと10日あそうなんだそうなのかえーもうぜひぜひねあのケーキとか食べるのかな ぜひぜひあのこの一年を楽しくお過ごしくださいもうそろそろ終わっちゃうね今年もねえっとあっきーさん初訪問ありがとうございますありがとうございますぜひぜひごゆっくりしてってください先ほどおでんのだし汁煮込んだいいなもうそんな季節だよねそんな季節だよねいやおでん食べたくなってきたどうしようかなえもうセブンとかさコンビニっておでんありますかね最近おでん食べてないんだよね 最近どころじゃない今年今年一回も食べてない説あるえっ、ー、とタカオリンゴさん星ありがとうございますあさみんさんも星ありがとうねありがとうございますおでん食べてーうん本当におでん食べたいおでん食べたいあだし汁でだしって読むのえそうなのだし汁かと思ってた <laughs> えーっとあめっちゃお腹なってる今お腹なってる セブンおでんあったよ本当にえどうしようちょっともう食べたくなってきたセブンのおでんがねめっちゃ食べたい食べたいなあれでもなんか最近おでんって置かれてな,なかったりするそんなことあるなんかあれだもんねあの蓋とかさ閉じてない状態で置くのってさ結構なんかあれだもんね危険今今のこのご時世ちょっと危険な感じがするからあんまり置かれてないのかなどうなんだろう おでんのネタは何が好きですか？あ、おでんのネタおでんのね。ネタはね。うん。巾着巾着巾着とあとん、うん。大根とあと白滝とあと卵も好きだし。あとなんだろう。あとはね。うん。あとはロールキャベツも好き。<laughs> のものありすぎだろうって感じなんだけど、おでん大好きなんですよ <laughs>。えーと花火好きさんえーと初訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。ただいまおでんの話をしております。大根いいね。大根いいよね。あ七十ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。あと流れ星あ高尾りんごさんありがとうございます。流れ星ありがとう。ありがとうございます。あとあさみんさんもハートありがとうございます。 あと埼玉のおじいちゃんさんもバラの花束ありがとうございますありがとうありがとうございますよいしょうんしらたきおいしいよねうんうんしらたきってんか麺の代わりに白滝でなんか料理したりとかめっちゃ見たことあるしなんか美味しいしさダイエットにもいいって最高じゃないですか というかおでんってなんかダイエットにもすごくいいんだってだからおでんダイエットとかちょっとしてみたいな野菜だもんねおでんってさ健康にもいいのかな <laughs> どうなんだろう <laughs> 思ったより品数上げるのかわいいよ本当いやなんかねおでんはね決められないんだけど中だったらでもやっぱりどうなんだろうなうん巾着かなやっぱ。 締めにうどん入れますえめっちゃいいえそれいいね真似していいかな <laughs> めっちゃいいねめちゃくちゃいいね絶対合うじゃんおでんと一緒に白米はありなしあコメランの皆様にも聞いてみたいあーどうかな自分はおでんはねご飯と一緒に食べたことはないかなまあでも大根とか物によるかなもちとかはさあの何だったっけ 巾着はちょっとさすがに合わないかなっていう感じはしてるかな。でも大根だったらいけるかも。大根とかだったらいけるかな。うん。投票使ってみよう。そっか使ってみるちょっと。蟻だよ。うん。白米蟻です。蟻蟻蟻多くない？嘘。蟻が多いね。ちょっと投票してみようか。ちょっと投票してみようかな。じゃあね、黄色がえっ、ー、とご飯蟻でで。で 水色がご飯なし1がご,飯あり2がご飯なしでいこうかじゃあいくよ1の黄色いやつがごはんありで2の水色のやつはごはんなしでじゃあいきますじゃあ投票ちょっとやってみようちょっとだけやっちゃうよよいしょありかなしかよいしょじゃあ30分までやろうかありよりのありありえあり多くない あり多いかもしれないね。あ <laughs> り多くないですかね、これ。えっ、ー、とヌーさん発表もありがとうございます。ただいまねおでんのねおでんと一緒に白米はありかなしかで投票してて黄色の一がねありで水色の2がなしって感じで今やってるのでぜひ参加してみてくださると嬉しい。断然あり。ええー？お好み焼きはなしです。ああお好み焼き確かにねお好み焼きはなしかもな。 よっしじゃあ終わるねー。ー見てみよう。えー <laughs> えー、ご飯ありが60%のすごかったんだけど、ガーって全然違うねえー。そうなの？そうなんだ。へえー、ご飯ありの方が多かった。ご飯ありがね。60%ってめっちゃいるんだね。 意外だったわ。えっ、ー、とマー君さんフォローありがとうございます。嬉しい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 。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。えまさかのまさかだった。えなしなしの方が多いかと思ってたよ自分は。ありなんだね。えということは皆さんありってことはご飯ありで食べてるってこと？えー、そうなのそうなのか。えっ、ー、とアサミンさん音符ありがとうございます。ありがとね。 そして、えー、とペンライトもありがとねーありがとペンライトじゃなかった <laughs> あれステッキステッキもありがとうありがとねんあユッキーさんこんばんは来てくださってありがとうございますありがとうえー、食べてるんだえ晩ご飯のおかずに出ますなのでご飯もあるあそうなんだね自分のね家は自分の家はね ご飯ななししだよなしみんなないかなみんなご飯と一緒に食べてないなんか合わないよねっていう会話になってるいっつもご飯は合わないよねってなってるから意外だったでやっぱあれだね家庭によって全然、ね、食事のスタイル違うんだねだっておかずだしあそうなんだえー、今度ちょっとやってみようかなご飯もね意外とさあの食わず嫌いじゃないけど そんな感じで、もしかしたらさ合うかもしんないじゃん。ちょっと今度やってみるね。シチューのご飯もあり、それはありよりのありすぎる。えっ、ー、とあー70位ありがとうございます。ありがとう。え、もシチューのご飯はさもう最高じゃないうん。自分ね。もう絶対ご飯入れて食べるからご飯なしはちょっと想像できないシチューはどうですか？皆さんシチューの場合はどうですか？えーと とおでん出汁をご飯にかけてお茶漬けみたいに食べます。ええー、めっちゃでも良さそう。なんかさおでんのだしって甘いじゃん。甘い感じ甘い感じがさご飯に合うかもね。なんか意外と合いそう。以上も結婚したら旦那様と同じような話題で白熱しそう。あ確かにねあのあのねお相手の方がねもしいらっしゃる。 方とかだとあのもしかしたらさえご飯なしだろうありでしょうわーみたいな <laughs> もうね喧嘩とかになっちゃいそうだよねもうそんなねそんなねまあ、幸せな喧嘩だよねそれはねえー、とありありだありかうんシチューは迷うえ迷ううんシチューはご飯なしです嘘だ嘘だえー、とシチューにご飯もご飯にシチューも食べるよだよねだよね そうだよね。ご飯ありなし論争。うん、ご飯はねありじゃない。市中にご飯はおでんよりありえるかなと思うんだけどな個人的に。市中ご飯ありありだよね。もう一回やろうか。<laughs> もう一回投票やってみようか。うん、市中やはり割れる。うん、割れる。それって割れることなのか。 えーとせかちんさん初訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。うん、シチューにご飯かけるよね。かけるよね。うん。じゃちょっとやってみよう。ちょっとやってみよう。じゃあねえっ、ー、とね 1, 1があのシチューにご飯あり。シチューにご飯あり。1でお願いします。でシチューにご飯はなしでしょうっていう方は2でお願いしますね。じゃあいくね。 えっと一黄色いのでお願いします。シチューご飯なしでしょうっていう方はえっ、ー、と水色の二でお願いします。じゃ行くね行くねじゃ行くよ行きますぽちどうなんでしょう。あセカチンさんこんばんは来てくださってありがとうねありがとうぜひぜひごゆっくりしてってね。あーキノコの山タケノコの里も割れるのあーあるよねそれなんかさ毎回ねツイッターとかでさ。 投票をされてる方とかもいらっしゃるけど、それ毎回50/50 50になるんだよね。不思議だよね。断然あり、本当に？じゃあ35分まで投票をやろうかな。もしねよろしければ、初見さんの皆さんもねあのー、投票してくださると嬉しいです。えっ、ー、とシチューとご飯がそのシチューとご飯の組み合わせがありだよっていう方は1で、なしでしょうって方は2でお願いします。 うんどっちのシチューえどっちのシチューえクリームシチューだよクリームシチューかなでもどっちでもいいかなゆる <laughs> くゆるくどっちでもいいけど自分はクリームシチューだと思って会話してたえっ、ー、と近所はるかさん初訪問ありがとうございますぜひぜひごゆっくりしてってくださいよしじゃあそろそろ終わろうかなよいしょーえー、すごいねまた6040だねありが60%か うん、え結構割れるんだこれ割れてるでもやっぱありだね皆さんありだねいやーびっくりびっくりえっ意外となんかなしなしの方がさ少ないのかと思ってたけど意外と意外だったなうんクリームシチューだよねうんえー、そうなんだねなんというか クリームシチューにご飯は当たり前の当たり前だと思ってたから逆にねいやぜひねあのなしの方もね一回だけちょっとやってみてほしいなって一 <laughs> 回だけちょっと試してみてほしい本当に美味しいんですよ何だったっけあのドリアドリアみたいな味がするんだよね泉ちゃんはビーフシチューとクリームシチューどっちが好き自分ねビーフシチュー苦手なんだよねあの酸味 酸味っていうのかなビーフシチューとかなんかビーフなんちゃらみたいなビーフなんちゃらってあるかな、うん、ビーフシチュー苦手なんですよねめちゃくちゃだからねクリームシチュー一択です私は皆さんはどうなのかなえー、っとあた高尾りんこさんハートありがとうございますありがとうありがとうございますちょっと待って寒いから切ろうよいしょ 何だったったけビーフシチューそうだねビーフシチュー苦手な部類なんだよね本当にえっ、ー、と「やったけど違うな」だった日本の米が合わないだけかもあ日本じゃない米だったら合うの日本じゃない米えー、でもやっぱそうだよねそれぞれのね好みとかがあるからねあのシチューの甘みとご飯は合わない合わないみたいな方とかもいらっしゃるかもうんシチューはクリームシチューだなそうだよねまあ、ビーフ派もいるよね なんかね、うちだとね自分の家族だとねクリームシチューよりもビーフシチュー派が多くてだからねビーフの方がね多分うちのご飯ではうちの夜ご飯ではね出る確率が多くていっつも泣いてる <laughs> またビーフかと思って食べれないからさ結構食べれないレベルで苦手かもしれないんですよだからねちょっとうーんってなる <laughs> うんそんな感じでね よいしょビーフだとパンああね確かにパンだと合いそうだよねうんうんあビーフシチューを塩味少し強めにするとドリアっぽくなるあーなるほどねやっぱちょっと甘めとか甘めじゃないのとかねいろいろまたこれまた好みあるよねうんビーフシチューの方が美味しいけどパンで食べたいパンで食べたい派分かるかも 確かにビーフ苦手だけどパンだったら合いそう <laughs> 元有名アイドルグループにいた梅本ちゃんね行ってもいいやつ行っても大丈夫ですい <laughs> っても大丈夫 <laughs> えっとせかちんさんありがとうございます初見さんだよねありがとうございますありがとうえっ、ー、とラーメンにご飯はマストあーラーメンにご飯やったことないなんかさね美味しいって聞くよねどうなんだろうねでも絶対でも合う 合わなないいことはないとは思う自分もさラーメンではないけどあの味噌汁にご飯とか入れちゃう人なんだよねお行儀悪かったらちょっとあれかもしれないけど結構それもやっちゃうんだよねえラーメンにご飯はつきものでしょそうなのかなで,でも結構効くよね締めのご飯とかさんでも確かに合うと思うそれは合うと思うやったことないけど合いそう。 ああ卵焼きもあるよね甘めかしょっぱめうん、分かれそうこれはね私は甘めが好きかなでもねご飯と一緒にはね食べない甘いから <laughs> でもなんでだろうシチューはご飯と一緒に食べるのに卵焼きはあの甘いと食べれないんだよね <laughs> なんでなんでや味噌汁にご飯美味しいよね美味しいよね味噌汁にご飯はねめっちゃやっちゃうんだよね うん、お行儀は別として味噌汁プラスご飯はうまいだよねご飯と味噌汁はやっぱね最強説あるよねうんうん美味しそう海苔をラーメンのスープに浸してご飯にくるんで包んで食べるいいねめちゃくちゃ美味しそう、うん、それ絶対美味しいやつだと思ういや今度やってみようかななんかね結構袋麺とかに今ハマってるからさカップラーメン カップラーメン袋麺にはまってるからちょっとやってみようかなご飯炊いてみてあーラーメンにご飯で炭水化物と炭水化物でお好み焼きは徹底的に、えー、拒否されるのがわからんああね確かに確かに自分もね炭水化物に炭水化物はねよくやっちゃうあのご飯におにぎりとかさえめっちゃよくやっちゃうからねうん気持ちわかるめっちゃわかる。 ラー油もたらしたいわかるーめっちゃわかるーラー油はいいよね美味しすぎる茶碗蒸しは好きめっちゃ好きあのね自分ね甘じょっぱいのが大好きなんだよね甘じょっぱい味が超大好きで茶碗蒸しもねめっちゃ好きめちゃくちゃに好きお好み焼きも好きお好み焼きもさ甘じょっぱいじゃんなんか甘み甘みが若干ある感じがするっていうかねだからすき焼きとかもそうなんだよ甘いからさ好きなの <laughs> えーといおりさんこんばんは来てくださってありがとうございますえ何気にコメントしてくださったの初めてじゃ,じゃなかったら申し訳ないけどレアだよねいおりさんのコメントありがとうございますお好み焼きにご飯はどうしても嫌ですあでもちょっとわかるかもだってたこ焼きにご飯とかもさ想像できないしさどうなんだろうね意外とやってみたら美味しいとかあるのかもしれないけど確かにちょっとねえ あの何、ー、だろうお好みソースにご飯が合わないのかなお好みソースなしだったらいけそうだけどねどうなんだろううんえー、っとあー酢豚のパイナップル酢豚のパイナップルも自分なしかもしれない <laughs> 酢豚のパイナップルね なんか給食昔ね、給食で酢豚にね、パイナップル出たことあるんだけど、ちょ、ちょっと無理だった <laughs>。だから、ちょっとごめん、みたいな。あのー、ついでくれる友達にね、ごめん、あのー、パイナップルなしでって <laughs>。パイナップルちょっと入れないでって <laughs>。パイナップルだけがいいんだけどなーって思ってた。えっ、ー、と、あさみんさん、ハートありがとう。ハートありがとうございます。ありがとね。うん。いっぱいあるね。 はんポテ,あポテトサラダのリンゴはかポテトサラダのリンゴあポテトサラダのリンゴもなしかもなんかフルーツにご飯ご飯系じゃないおかず系は無理かもしれないですもしかしたらね洗って食べたくなっちゃうっていうか無理かもしれないなもしかしたらねちょっと合わないなって思うでも考えた人すごいよねだってそれでさその メニューがさずっとあるっていうことはさ受け入れられてるってことじゃんそれはすごいよねその組み合わせを最初に考えようとした人ってすごいアメリカンドッグにマスタードえアメリカンドッグにマスタードなしの人は逆にいるのっていうぐらい自分マスタードはありありかなありかなうんうんあわかるえ 茶碗蒸しは好きだけど銀杏とんと蜜葉は入れないでほしいわかるよ銀杏ね自分もあまりね得意じゃないんだよね結構ある苦手な食べ物あるかもしれないな自分銀杏のねぎんなんも何だろうな柔らかい食感っていうかあまり好きじゃないかもしれないけどまあでも好きな人は好きなんだろうな,なんか好みが分かれそう。 えとリンタンさん2度目の訪問ありがとうございますありがとうエビフライの尻尾を食べるか食べないかあーねそれもあるよねエビフライの尻尾なんかさ全部その衣で覆われてたら食べるかもしれないけど覆われてなかったら食べないかもしれないそれも物によるかも食べない派なんかさスムーズに食べれるタイプのね殻があるんですよ食べてるとエビフライって だけどね、たまにス,ブスムーズに食べれない殻もあるんだよねわかるこの気持ち <laughs> 誰かこの気持ちわかってほしいんだけどさなんかねちょっと残るタイプちょっとなんかね噛み切れないタイプの殻とスムーズにパリパリって食べれるタイプの殻、ね、があるんだよねわかる人いるかなエビフライが苦手なので答えられないあエビフライ苦手なんだエビフライねどこら辺が嫌いなんだろうか 食感とかかな。どうなんだろうね。なんかあるよね。やっぱ苦手な食べ物とかね。ええー、とキラさん2度目の訪問ありがとうございます。ただいまね食べ物のをね。お話をしております。ぜひごゆっくりしてってね。よかったら一緒に話そうね。うん、えっ、ー、とたい焼きか。たい焼きは頭から尻尾からとかあね。あるよね。それあるよね。それはね。自分はこだわりないな。皆さんはどうなんだろう。頭から尻尾から。 開けて出てて出きた方をバクって食べちゃうかかもも自分こだわりないかもでも頭か尻尾どっちが好きかって言われたら尻尾かもしれないえっ、ー、とライマロくんさん初訪問ありがとうございますありがとう今食べ物のお話あっかみそうになった食べ物のお話をしております是非一緒にお話ししませんか尻尾、頭うーんあるねやっぱあるんだねそれもどっちかえあの開けた時にさこう あのもし頭派だった場合尻尾からこう出てきた場合ってどうするのあ尻尾じゃんと思ってこう入れ替えちゃうのそうそうなっちゃうのかなどうなんだろうねそれともど,どういう状態どういう状態なんだうんーえっ、ー、とあマルゲリータさんこんばんはゴンさんもこんばんは来てくださってありがとうございますありがとう入れ替えてるあ入れ替えるの そうなんだもう何々はっていう感じの方は入れ替えるんだねそれはもう初めて知ったかもしれないうんうんあんこたっぷりならお腹からいくかもああなるほどねなるほどなるほどうんあ確かにねたなんだろう頭から だったらさあんこいっぱい詰まってるじゃんでも下の方だったらさもう尻尾のとこなんて詰まってないじゃんだから最後のさ後味がさ甘く終わりたいかそれともあっさり終わりたいかみたいなそういうことになってくるかもねお、えー、っとあ、埼玉のおじいちゃんさんだるまありがとうございますありがとういっぱいありがとうございますありがたねありがとうあと下の方読んでないのあるかなこれあ、66位ありがとうございます嬉しい、ありがた ゆうきさんステッキありがとうございますこれ読んだ読んだかなありがとうあうんうんうん鮭の皮を食べるか食べないかとかもあるあるねーあるねーあるねーいやありますよねそれもあるね自分は皮は食べる派かな食べるかなあれおいしいじゃないですかパリパリしてて皆さんはどうでしょうか自分は皮は皮 ちゃんと食べるちゃんとっていうかむしろ皮の方が好きだから <laughs> むしろねメインは皮だと思ってますうんたい焼きの中身がたこ焼きとかお好み焼きなのもあるよねえそんなのあるのめっちゃ食べたいんだけどたこ焼きとかお好み焼きとかもね美味しいよね本当にそれとたい焼きの組み合わせって美味しいに決まってるよね あ、皮食べるんだやっぱ皮は人気だと思うな個人的に個人的に人気だと思うんだけどどうですかねえ皮食べれるの今知ったってえ食べれるよ食べれるけどなんかタイプはあるよねなんかさあの湿ってるタイプっていうかちょっとなんか湿ってる皮のタイプとさあのカリカリの皮のタイプがあるんですよあるんだよでも湿ってるタイプだと なんかあまり美味しくない美味しくないって言ったら失礼か美味しくないとていかパリパリのタイプだったらもう進んで食べたいなっていう感じうん鮭の皮は食べないです食べないの食べないのえー、なんでだろうやっぱ生臭さとかを感じるのかな分かんないけどでもね意外とね食べてみたらね美味しいよ美味しいでもね食べか食べない派そっかー食べないかー割れてるね本当に割れてるね なんだろうなそうかね皮も美味しいんだけどな美味しいんだけどねでもやっぱあるよねそういうのもあるよねこれは食べるあれは食べないとかねあるよねなんだろうあこれはじゃああのー、えっ、ー、とマックのマックのピクルスマックのさあのチーズバーガーとかにさピクルス入ってるじゃんあれをつけるかつけないかどっちか <laughs> とかとか とととかかかチーズバーガーの人限定かもしれないけどチーズバーガー食べない人だったらもう無縁の話かもしれないピクルス好きピクルス好きか好きなのかピクルス皆さんはどうピクルスはピクルスは絶対抜くうんピクルスねピクルスね自分もね抜いちゃう派なんだけどピクルス好きです食べるピクルスは抜くあ結構分かれてるこれも分かれてるねピクルスもね 食べれないこともないんだよギリギリ自分は食べれないこともないけどできれば入ってなかったら嬉しいなっていう感じうん <laughs> ピクルス抜きで注文する本当に同じそうピクルスねあの抜きでも注文できるんだよねそうピクルス苦手ピクルス苦手ちょっとわかるなんかねピクルスってさあのなんだろう漬物漬物じゃないですか漬物だよね 私ね、あのキュウリはキュウリとして食べたいで、なんかね、キュウリとして食べたいってキュウリなんだけどさ、キュウリなんだけど、キュウリは硬い状態で食べたいんですよ。それがなんか柔らかかったら、ハアってなっちゃう、ハ <laughs> アってなっちゃうのよ。え、キュウリだよねあれ、キュウリなんだよね。 ピクルス多めできるの知ってる知らないえ知らないけどさたまにあのピクルス抜きって頼んだのにピクルスが入ってることがあってしかもピクルスがそういう時に限って異常なまでにでかいのが入ってる時あるんですよあ食べちゃったーってなる <laughs> 食べちゃいましたーってなっちゃうから、うん、だからねあの結構あの確認できるとき時間があるときはこうパカって確認してから食べるわ <laughs> かるーよね うん食べ物は米が進むなそうだよねあの共通の話題だからさね共通の話題だから楽しいよねうんきゅうりはそのままがいいそうだよねそのままが一番美味しいよねうんパリパリなものはパリパリで食べる派ねそうかも意外とそうかもあえて柔らかくして食べるとかはないかないや んたくして食べるとかだったらさあのスルメとか <laughs> だけど自分ねあの噛み応えがあるものが好きだからっていうのもあってまあねうーんピクルスピクルスは酸っぱいから苦手かもしれない酸っぱい酸っぱいのもあまり得意じゃないからねあそっかさっきも言ったねあのビーフシチューとかもちょっと酸っぱさがあるっていうか 酸っぱさな何だろうなんかあるなんかそんな感じが独特な感じがあるからさ無理なのかもしれないうん酒とば好きでしょ酒とば好き酒とば好きでも最近食べれてないな酒とばってね意外と高いよね400円とかするじゃないですか意外とそんなねそんなに食べれないからねちょっとご褒美とかたまーになら食べるかも でもねなんていうかやっぱ高いからねめったに食べれないえー、っとそばとうどんはどっちが好きあーねーあねあちょっと待って63ありがとうございますそばとうどんはもう別物として自分は考えてるかなそばとうどんどっちも好きだけどうどんかなうどんかな、うん、うどんかもしれないなんかあんまりさ結構ど,どうですかね、まあ、なんていうか あの一人で料理作る方とかあの家族一緒に食べる方とかあのうどんの方が多いそばの方が多いですかねあのその献立献立どっちの方が多いですかね私のね家はねほぼうどんしか出たことないですねほぼうどんしか出たことないでそばとかはなんか年越しの時にしか食べないしあんまり出てきたことないんだよね うん、そばが好きですなるほどねでもそばもいいよねなんかそばはさそば、うん、ってあれつゆにつけて食べるタイプそれとも年越しそばみたいにうどんみたいな感じで食べるのかな分かんないけどでも美味しいよねそばも美味しいよねそばもさ久しぶりに食べるとハマっちゃうよね自分も一時期ねハマった時があってセブンとかでよく買ってたんだよね懐かしいそばも美味しいよね チョコミントは絶対なしあチョコミントね分かるよチョコミントもね結構分かれるよねチョコミントの「酢っていう感じがさ食べ物じゃない感じがちょっとあったりとかするよねうんうどんだとコシありなしでも分かれそうあ確かにねうどんのコシありなしコシかコシか確かにねいろんなありなしで分かれちゃいそうチョコミントあり ななんかか声がおかしくなった <laughs> チョコミントありチョコミントありか、ね。ありもなしも分かれちゃうよね。代表だと思うチョコミントは。自分はチョコミントちょっと苦手かもしれない。いや何回か食べたことあるんだけどチョコミントはねうーんあまりスーってしなかったら大丈夫かな。スーっとしないケーキ一回食べたことあるんですけどね。それだったら大丈夫だった意外と。チョコミントにの 薄味薄味のチョコミントのスポンジにクリームが乗っかってるやつをね昔にね食べたことあるんですけどねそれだったら大丈夫でした、まあ、大丈夫っていう感じで好きとはならなかったけどうん チチチョョョコココミミミンンントトト美味しいチョコミント好きチョコミント苦手 <laughs> めっちゃ分かれてるめちゃくちゃに分かれてるチョコミントはねやっぱ好きな人はめちゃくちゃ好きだよねで嫌いな人はもうあれ歯磨き粉だーとか言って <laughs> めちゃくちゃ分かれるもんね海外のチョコミントでトラウマあー海外だったらさチョコミントえぐそうだよねちょっとチョコミントが強そうちょっと待ってね今何分だ ?55 分うん サーーティーワンだったら何食べるあねサーーティーワンはポッピングシャワーだっけポッピングシャワーしか食べないかもポッピングシャワーとあと何だったっけみかんのうんサクサクしたやつサクサクしたやつ何て言ったらいいんだあのサーティーワンっぽくないやつ <laughs> オレンジ味のオレンジ味だっけなんかそんなやつたまに食べたりとかするかなうーん シャーベット系っていうのかなシャーベット系オレンジのシャーベットとかかなうんチップドチョコレートあそんなのあるのあ白いやつかな白いやつにチョコレートが入ってるやつ分かんないあと杏仁豆腐あ杏仁豆腐もさ好き嫌い分かれちゃうかもしれないね杏仁豆腐もね結構独特な味してるもんねえサーテーワンのアイスはデイリーヤマザキで買えるえそうなんだ そうなんだ、サーティーワンはサーティーワンでしか食べれないんだと思ってたなんかさ意外とサーティーワンってさ普通にそのコンビニとかでさコラボしましたとかないよねないもんねなかなかえーとレイスさん初訪問ありがとうございます是非是非一個ゆっくりしてってください今サーティーワンの話をしておりました <laughs> サーティーワンもねでもほんとご褒美って感じだよねポッピングシャワー がね好きなんだけどねポッピングシャワーってね一番人気らしい知ってる皆さんポッピングシャワーなんか緑とかあとは何だったっけ赤とかのパチパチしたね何だろうねあれ何ていう名前あれあれ自体の名前がわかんないんだけどパチパチした、あのー、ものが入ってるっていうかあれなんだあれ何なん,なんだあのパチパチしたものの名前はラムネーでもないしねな,なんだろうあれ <laughs> パチパチ食感の あ、コットンキャンディーあコットンキャンディーっていうのかキャンディーって言えばいいのかなうん美味しかったーねあのキャンディーって言えばいいのかなえっと62ありがとうございますありがとうめっちゃ人気だよねめっちゃ人気だよねなんかね味を説明しろって言われても結構難しい味してるんだよねポッピングシャワー <laughs> 食べたことある方はね分かると思うんだけど結構甘い味甘い 味っていいうことしか説明できないねキャンディーキャンディー飴みたいな味なのかな甘い飴綿菓子綿菓子とかそんな感じ本当になんか砂糖系の味なのかな <laughs> うーんそんな感じかなちょっと説明がむずいねあコットンキャンディーってわかた綿めじゃんあそうだったんだコットンキャンディーって綿飴ってことだったのかなるほどね いや全然わか,んなかった英語 <laughs> じゃあわたあって感じの味でいいのか説明的にはキャラメルリボンも甘いいよよあー美味しいよね昔ね自分もキャラメルリボン派だったんだけどだったんだけどあの,あのお父さんがねお父さんがあのポッピングシャワー食べてて「え何それ?」みたいな「何その色?」みたいな感じになって「食べてみる?」って言われてちょっと一口もらったら「えっ めっちゃ美味しいんだけどと思ってね、あのポッピングシャワー。それからポッピングシャワーにハマったの。そう、だからさ、見た目とかでさ、これ美味しくないだろうなって決めつけるのはさ、ちょっとあんま良くないなと思った瞬間だったよ。もうね、見るからにさ、ポッピングシャワーって、なんかね、口にしていいような見た目じゃないじゃないですか。見た目的にさ、まあ、特に、あの ちちっっゃい頃とかだったかだたらささ特にさこ,れこれ食べ物みたいな感じの見た目に余計感じてたからさ、まあ、今考えると今考えるとじゃない今見るとめちゃくちゃ美味しそうな色合いに見えるけどえっ、ー、とサワームスさんソフトクリームありがとうありがとうございますありがとういやサーティワン行きたくなってきたな可愛い,いエピソードだよねなんか。 ねえなんかちょっと一口もらうとかそういうのってねえ今でもあることなのかな今はなんかコロナだからとかやってもう無理な感じはあるよねちょっとねえー、とグルメで言えば「孤独のグルメ」って知ってるあれ面白いから見てみて「孤独のグルメ」アニメなのかな聞いたことないかもちょっとチェックしてみるね「土井土井」だよね いいやーなんていうかでもね今はあのー、私だけがポッピングシャワー食べてるんだよ <laughs> お父さんはねあのー、チョコミントだっけあのー、なんだったっけそうあるんだよ31にもあのミントがあるからそれを食べてる <laughs> 今はねポッピングシャワー派じゃなくなったみたいでうーんえっ、ー、と原作は漫画あそうなんだドラマだよあそうなんだ え今やってるドラマとかなのかなそれとも数年前からあるやつ全然わかんないかも今ね家にねテレビがないんですよだからねテレビで今流行ってるその芸能人だったりとか芸人さんとかもそうだけど全然わかんないからさ話についていけない可能性があるんだよね <laughs> YouTube とかでたまにね見たりとかはテレビっぽいもの見たりとかはするけどうーん 全然ね、わかんないからね、どうしようって感じ言ってしまえばおじさんがご飯食べるだけなのに面白いあ、そうなのそうなの主人公はおじさんなんですか <laughs> おじさんなのかでもあるよね、そういうさ、ご飯系のアニメとかさ、ドラマとかさ、見ちゃうよねうん。あ、YouTube もあるよ、あるんだ、見てみようかな今流行り、流行りなんだったらちょっとついていかないといけないからね ちょっとチェックしてみますねえっ、ー、と松本坊さん星ありがとうございますあと誰だえっ、ー、とゆきくんさんも星ありがとうございますありがとうしょあ、そろそろ二十三時になったから終わっちゃおうかなそろそろね ん大体1時間ぐらい経ったからそろそろ終わっちゃおうかなって思います。皆さんありがとうございました。えっ、ー、と遠くの方から星を投げてくださってる方もありがとうございました。ありがとうありがとうございます。たっぷりお腹空すいたでしょう。すいたというかね今日ね自分もお腹空すいてたからさあ,ありがとう61ありがとうございます。 そう今日はねもうね食べ物の話もう飽きちゃったよっていう方もねいらっしゃるかもしれないもうね自分がお腹空いてたから <laughs> もうご飯トークになっちゃった <laughs> いや皆さんね楽しいお話ありがとうございましたありがとうおあさみさんもありがとうヨピーさんもありがとうありがとうございますということでそろそろ終わっちゃうかなと思います皆さんもねご飯食べてない方もこの後食べよう <laughs> ご飯を食べよう よし。うん、なんか逆にごちそうさまでした。いや、私もね、ちょっと食べてる気分になったよ。うん、何を食べようかっていうのをね、今すごい悩み始めた。<laughs> 食の話で盛り上がったね食の話はねほんと楽しいよねだってもう食べない人なんていないじゃんこの世の中、ね、食べ物嫌いですっていう人いないと思うからさ盛り上がらないわけないもんねほんと楽しかったありがとうございました皆さんありがとうございましたということで壇上をお読みしていきたいと思いますうんそんな感じでよいしょ いきますえっ、ー、と13位 HKT 超絶おじさんありがとうございましたそして12位はブラウニーさんありがとうございましたそして十1位は春さんありがとうございましたそして10位はしみちゃんさんありがとうございましたそして9位はわっぴさんありがとうございましたそして。 8位はそして6位は埼玉のおじいちゃんさんありがとうございました。そして5位は那覇藩さんありがとうございました。そして4位はゆうきさんありがとうございました。そして3位は高尾りんごさんありがとうございました。 そして2位はサワムさんありがとうございましたサワムさんもどうも来てくださってありがとうございました <laughs> そして1位はあさみんさんですパチ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 いつも本当にありがとうございます <laughs> パチ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 。ありがとうございます。いやー、ほんと楽しかったです。シンデレライベント。初日、なんか、シンデレラ、シンデレラというよりもね、もう食だったね。<laughs> 食欲だったね。ありがとうございます。ありがとう、しみちゃんさん。おーありがとうございます。ありがとね、もう本当にありがとう。 ありがとう素敵ありがとう素敵ですしみちゃんさんもありがとう本当にもう壇上の読み終わった後でもこうして、ね、ありがとうございますありがとううんあれうん変わってないよね順位大丈夫だよねよしよしよかった。 うん、食欲旺盛なシンデレラさんおやすみなさいもう本当にそうですよもう食欲旺盛シンデレラはねもうめちゃくちゃ食べてちょっと今日ね寝ようと寝ようと思います <laughs> 寝るねよいしょあウーロンさん初訪問ありがとうございますありがとうございます来てくださってもうねあの今日の配信はここで終わっちゃうんですけれども まままたた次の配信でおお待ちししておりりすよありがとうござい、えっと、587人の皆さんそして星とかアカウントとかコメントとかギフトとかたくさん応援してくださった方ありがとうございましたあとシンデレライベントも初日から盛り上げてくださってありがとうございました61位よね61位ちょっと1日 あの私も普段通りのね配信でやってるからそうあれ,あれだったんですけどもあの1日遅れだったんですけど61位までね皆さんありがとうございました応援してくださってありがとうございましたということでまたまたねうんありがとうまたねありがとうまたねということではいじゃあカウントでおしまいにしたいと思いますいきます321